神田重明さんは水野株式会社でグラブの製造やメンテナンスなどを担当。3年ほど前から全国の学校や店舗を回り、道具の正しいメンテナンス方法を伝授するほか、リペアマンを対象にしたセミナーでも講師として活躍している。まずはもう靴を買うときにしっかりフィットさせて買ってくださいっていうのはもうお願いですね。紐通してこのくくった状態のまま脱ぎ剥ぎするというのが結構やりがちなことなんですけども、一回一回ほどいて、でもう一回先指先の方から絞って、もう一回くくり直すっていうような履き方してもらった方が足にはしっかりフィットしますので。誰でもそうなんですけど、一番痛みやすいのは手術でいうとこのつま先の部分ですね。この部分が、削れてくるとか、何もない状態であると削れてくるとかっていうような形になるので、最初販売される時にそのP側ですね、釘で打つやつ、あれをこうおすすめしてもらった方がかなりそのスパイクに対しては有効かと思います。紐をほどいてからシューズクリームを塗ります。オイルというかクリーナーで塗ってあげるとアッパーが柔らかくなりますので履き心地が良くなります。最後に乾いた布で空拭きします。底の金具部分は金属ブラシで落とします。こびりついた汚れもしっかり落としましょう。アッパーの汚れは革製品はブラシで、合皮は濡れた布で丁寧に落とします。縫い目などの汚れはクリーナーやローションを使って落とし、最後に空拭きします。汚れを落とした後、革製品は捕獲油などを全体に塗り込んでいきます。スポンジになってますので、あまり押さえつけなくても適度の量が出ますから、軽い力で撫でるような形でしてもらえばいいと思います。これは拭き取らずにこのままちょっと乾かします。浸透性のいいオイルなのですぐに浸透すると思いますので、そんなに時間はかかりません。乾いたらシューズクリームを塗ります。色が薄いところは集中的に、そして乾いた布で伸ばします。中敷きを取るとスパイクの中面が出てきます。ここにも土や砂利がたまるので、きれいに掃除しましょう。この中敷きは交換が必要です。親指やかかとがすり減ると足の力を地面にうまく伝えることができません。脱いだ後にはシューキーパーを入れ、形が崩れないように保管しましょう。シューキーパーをしっかり調節した上で先まで当たるように入れ、持ち帰ったら袋から出し呼吸させてください。濡れた場合、タオルで水分をよく拭いた後、中敷きも取り外します。その後、乾燥剤を入れて臭いの元となる湿気を取ります。すり減った金具は滑ってしまったり踏ん張りが効かないなど、パフォーマンスの低下を招きます。金具の交換の目安は3分の1から半分程度に減った状態です。メーカーによってはマークなどの目印がある場合もあります。紐を交差する際に、外側から内側に来る紐が上になるように通します。スパイクの内側が自然と持ち上がり、型崩れしにくくなります。保管するときには紐をほどき少し緩めておきます。靴自体へのストレスを減らすことで長持ちします。先端を保護するピーカーは投手だけでなく野手にもおすすめです。打つ、投げる、走るという動作はスパイクの先端部に大きな負担を与えます。ピーカーは靴底に小さな釘で打ち付けます。隙間なくしっかり取り付けるには高度な技術が必要なため、ショップスタッフに依頼しましょう。中に入れるインナーになるんですけれども、こういったしっかりその僕の足型を取ってもらったりして、で中に入れて、まあ、とにかくまずフィットするように、どうやったら自分の体と本当に一体化
するかっていうのを一番大事にして、はい、やるようにしています。はい、やっぱりマウンドの傾斜があるんで、その傾斜に対してしっかりと踏み込めなくなってきたら交換しますね。今はこれでもギリギリだと思うんですけど、これ以上だったら多分もう傾斜に対してしっかり踏み込めなくなってくるんで、変えると思いますね。